株式会社マジックシリーズ代表の下村です。私たちは高齢者の転倒による骨折を減らす転んだ時だけ柔らかい新素材コロヤワといったものを開発販売しております。まずはこちらご覧ください。コンセプトモデルですが、このようにですね、歩いている時は硬くて転んだ時には大きくへこんで衝撃を吸収するという足元がおぼつかない転びやすいお年寄りでもしっかり歩けて、でも転んだ時には骨粗しょうが症状があっても骨折しにくいというものを作っています。でなぜこういったものが必要となっているのか、実はですね、高齢者の3人に1人が転倒しています。特に大腿骨を骨折すると致命的で寝たきりになったり介護が必要になったり認知症が進んだりといったことになっています。実際私の祖母もですね、転倒骨折から寝たきりになって亡くなりました。晩年こう毎日天井を見上げながらですね、こう言ってたんですね、早く死にたい早く死にたいって。こんなですね、人を不幸にする事故、今日本で急増してるんです。2000年以降2倍です。毎年100万人の方が転倒により骨折していて、世界でも2000万人が転倒骨折しています。そしてですね、大腿骨骨折だけでも医療費介護費が2兆円もかかってるんです。今まさに解決しなければならない喫緊の社会課題だと思っています。そしてもちろんこれまでですね、対策いろいろありました。でもやっぱりなかなか難しかったんですね。結局最後は転ばせないように看護師や介護士がですね、支えるということをやってたんですが、まあ、それでも防ぎきれないということで、私たちですね、この課題を見直しました。転ぶことは課題じゃないんじゃないかと。転ばせないためにですね、今まではですね、歩かせなかったりベッドに縛りつけたりということをやっていて、認知症進んでますます介護重くなると。私たちは転んでも骨折させないということで、どんどん歩いて、どんどん良くなる、良い循環というのを作っていきたいと。そのためにですね、こういったコンセプト、ちゃんと歩けんだけど転んだ時には、骨折しないというものを作ってきたんです。でこのコロヤはですね、厚さ22ミリの量産品で、実際にですね、フローリングに対して約半分の衝撃に抑えることができています。畳や絨毯では骨粗鬆症の大腿骨骨折荷重を上回ってしまいますが、コロヤワはこれを下回っています。試しにですね、フローリングに植木鉢を落とすと、まあ、ご覧のように割れてしまうわけですけど、コロヤワの場合は割れません。で今度歩いた時の形ですね、歩行とか杖とか車椅子ではへこまないようにしています。こちら藤田医科大と共同研究しております。でこれもですね、従来のスポンジマットを高齢者に歩いていただくと、やっぱりこうふわっとバランス崩して転んでしまう、かえって危険な場合があるんですね。一方でですね、コロヤワの場合は大丈夫ということです。ということで、コロヤワは世界で初めてこのしっかりとした歩く時の硬さ、それから転んだ時の柔らかさっていうのを両立したんです。あれですね、今日こういったリアルの場なので、ちょっとコンセプトモデルのサンプルを持ってきましたんでご覧ください。ちょっと後ろの方の方見えにくかったらですね、ぜひこうちょっと乗り出したりこう立ち上がったりして見ていただくといいんですけど、こう歩いてる分にはへこまないんですね、大丈夫と。でちょっと今日はですね、転んだ時の見本としてですね、いつもより高めにちょっとこんな台持ってきました。ここからですね、ニードロップしていくんで、もし何ともなかったらですね、皆さん拍手いただけたら本当に嬉しいです。じゃあいきますよ、せーの。ありがとうございます。ありがとうございます。でご覧のようにですね、元通り何ともないんです。元の状態に戻っています。このように繰り返し転んでも大丈夫なわけです。でなぜ私たちがこういうことができるのか、実は私たちの出図にあります。昨年まで私、長年ヤマハ発動機に勤めまして、こういったバイクの設計開発ずっとやってました。でこの転倒もたくさん起きるんですね。この転んだ時に車体を上手に潰すというですね、まあ、いわゆる自動車工学の機械設計だったり衝突解析バイオメカニクス、それから人を守る発明活動とかを使ってこういったことを実現しています。で技術ジャンルとしてはメカニカルメタマテリアルと言われるものになります。ちょっと機密もあるので海外の研究事例持ってきてますけど、ご覧のようにですね、大きな力からと内部構造が大きく変わって硬さが一気に変わるということで特権も出しております。でこれをですね、実際の量産品としてこのような3つのタイプで提供してまして、まあ、いずれも置くだけで使えるようなものとしてまして、まあ、平米2万2000円からご提供してます。でこれって実は大腿骨1本折るとですね、1人当たり医療費介護費400万かかってます。個人負担の費用でも40万ぐらいあります。これに対してこれは安いんです。で実際病室居室とかですね、食道リハ室レントゲンと、まあ、いろんな形で使われてまして、これまで病院や施設を中心に100件以上使われて、いまだに怪我や骨折はございません。で病院の看護部長さんもですね、このようにテレビのインタビューですごくいいねと言ってくださってました。
で、事業展開と市場規模です。私たち救いたいの世界にいます。まずは国内の100万人、実際転倒骨折した方の再発防止です、防止としてですね、2600億円、それから世界の2000万人に対して5兆円提供していきます。さらにですね、センサーを組み込んで転倒予防とか、それから業務改善っていうのも行っていこうと思っていて、今年の秋からですね、これ実証実験していきます。そして素材としてもいろんな応用先があります。衝撃だけでなくてですね、振動とか音に対しても有効です。保育園や体育館だけでなく、一般マンションで音を消したりとか、乗り物の振動を抑えたりといった様々な応用を考えています。そして創業チームです。元ヤマハのエンジニアと、それから理学療法士を中心にですね、グロービスの MBA で作ったチームになります。そしてありがたいことにですね、最近メディアの露出も増えてきまして、 YouTube も100万再生になったり、目覚ましテレビも出演できたり、それから省庁からも評価いただけまして、この秋資金調達も完了します。そこでですね、こういった新しい価値をグローバルスタンダードとして世界に広めていく仲間を募集しております。はい、そして最後になりますけど、私たち今急増するこの転倒骨折の社会課題を今解決していきたいんです。だから、みんなが自立していける介護にならない世界を作りたいですし、医療費、介護費、人材不足、こういったところも減らしていきます。そしてこの世界で高齢化が進む中で、これグローバルスタンダードとなる、価値だと思っています。なのでこれを世界に向けて広めていきたい。高齢者3人に1人が転倒すると申し上げましたが、皆さんのご家族や皆さんも必ず転ぶとか聞きます。私はそれを見逃せません。私たちマジックシールズが皆さんを守ります。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。